皆さんこんにちは。小牧市共同推進課コミュニティ係の松村と申します。今回の市政だよりでは10月から始まりました小牧支え合い生き生きポイント制度についてご紹介します。この制度は介護施設やサロンでのお手伝い、高齢者のちょっとした困りごと支援などの活動を通じて地域での支え合い、助け合い活動の大切さを実感していただき、高齢者の介護への理解を深めていただくことを目的としています。活動に応じて市内限定商品券と交換できるポイントをつけることで活動に参加するきっかけ作りや活動を続けていく励みにしていただきます。制度は施設での活動と地域での活動の2つの活動に区分された介護施設ポイント、サロンポイント、地域ポイントの3種類があります。1つ目の介護施設ポイントは65歳以上の市民の方を対象とし、介護施設でのイベント、清掃のお手伝いなどをした場合に1時間につき100ポイントがつきます。現在特別養護老人ホーム5カ所での活動が対象です。2つ目のサロンポイントは18歳以上の市民の方を対象とし、ふれあい・いきいきサロンで3カ所の受付や準備、片付けなどをした場合に1時間につき100ポイントがつきます。現在ふれあい・いきいきサロン53カ所での活動が対象です。3つ目の地域ポイントは18歳以上の地域協議会が設立されている小学校区の区域内に在住の方を対象とし、地域協議会が主体となって行う草取りや電球交換など地域の高齢者のちょっとした困りごとを支援した場合に30分あたり100ポイントがつきます。ポイントには上限があります。施設での活動、地域での活動はそれぞれ1日200ポイントが上限です。今年度の年間での上限は2500ポイントです。次にお互い様サポーターの登録からポイント交換までの流れをご覧ください。はじめに市に登録申請書を提出し、お互い様サポーターとして登録した後、ポイント手帳、受け入れ団体一覧を受け取ります。ではこちらがですね、はい、ポイントの手帳になります。次に希望する活動先を受け入れ団体一覧から選び、団体の代表者に日程、活動内容、受け入れ可否などを確認します。ポイント制度の方なんですけれど、受け入れ先が決まったら電球交換や庭の草取りなどの活動に参加しポイントを貯めます。ポイントを貯めたら最後は交換です。市へ年1回の交換期間中に交換申請書を提出し、500ポイントごとに市内限定商品券と交換します。利用者である吉田さんは商品券を利用して備品を買うことができるため、サロンが潤い地域の活性化にもつながると話します。大きな消耗品はなかなか助成金だけでは賄えないので、例えば、コーヒーメーカーとかその制度を利用しながらやっていきたいなというふうに思っております。小牧市はこのポイント制度について、人口減少、少子高齢化が進む中、今後地域における支え合い助け合いの仕組みが大切になってまいります。現在実施に向けて協議中ですが、地域協議会でこの取り組みが始まることで地域コミュニティ希薄化を防ぐとともに、地域における支え合い助け合い活動が一層広がり、元気と支え合いが地域で循環することにつながるものと考えております。皆さんいかがでしたか。サポーターの登録やポイントの交換、サロンポイント、地域ポイントに関するお問い合わせは共同推進課、介護施設ポイントに関するお問い合わせは介護保険課までお願いします。ご興味のある方、まずは気軽にお問い合わせください。お待ちしています。